おはようございまーす。何時ぐらいかな、連絡があったんですよ、ケンジ君かな。何時だろうな、夜かな、10時とか11時だったかな。それどうしたのって言ったらさ、いやーとか言うの。何って、なんで突然電話してきたのって言ったらさ、出会い系サイト教えてくれとか言うんだよ。みたいな、急にみたいな、どうしたのみたいなさ。なんかあそこパンパンになってんのみたいなさ。ねえ、そしたら、とか言ってんのよ。なんかよくよく考えたな、あ、台風だしね、三重県もすごいじゃん。明日休みだから暇なのって言ったら、ってそうなんだよ、みたいな。それでなんか出会い系をやってみたくて、って。なんか、奈々ちゃんが放送とかでやってんじゃんって、いつもね。その、なんか、その、会えるサイトを教えてほしいみたいな。うん。ねえ。あら、相当暇なんだろうな、と思ってさ、私ね。いや、お金とかもうね、そういう話はいいんですよ。もう話し合いな、終わったんだから、それはさ。ちゃんと返してもらったしね、この間。別に、返してもらえばね、約束さえば持ってもらえれば別に電話してもいいし、ね、別に出会い系やってもいいと思うんだけどね。ただ、私に聞くっていうのがね、なんかすごいよね。とか私思ったんで、なんでそんなことをね、聞いてくんだろうって。なんか、駆け引きなのかなとか思ったのよ。私の気を、なんか確かめてんのかな、みたいな。でも、その割に今なんかさっぱりしてて、ね、電話も早く切ろうとしてたんだよ。あ、じゃあそういうことじゃない。普通に友達みたいな感じで聞いてきたのかな、みたいな。うん。で、5分ぐらいでね、ペラペラって喋って切っちゃったんだよ。で、結局、ね、出会い系とかっていうのは今ほら身分証とか出さなきゃダメじゃん。そういうものをちゃんと出さなきゃダメだよって。で、男の人も、ね、基本、女よりは会えないよっていうことを伝えたんだよね。女の人はめちゃくちゃ会えるけど、男側は会えないんだよ、会えるのってさ。イケメンとかじゃない限りね。そしたら、なんか、ケンジ君は、おーとか言ってんだよ。おー、わかった、やってみる、みたいな。ただ、台風の時にね、あんな直撃してる時にさ、出会い系なんかやったってさ、会えないよね、近所とかしかも田舎だから。ましてやね、あの、名古屋とかさ、大都会だったらいいよ。会えないよね、三重県でね、マッチングアプリとかやってもさ。だったらなんか金で女を買った方がさ、手っ取り早いかな、みたいな。そうだよね、風俗とか行った方がいいよね。うん。そうなんだよ。うるさいね。私が何の話しようがいいでしょ、本当に。しつこいな。昨日起きたことを話してんの。うるさくない？いちいち。だったらお前らが面白い話してみろよ。コメント欄がつまんねえんだよ。だろ？コメント欄の方つまんねえよな、私の話よりな。いや、特大級の話だよね。だって元彼からね、電話来て、出会い系を紹介してなんてなかなかないよね、そんな話で。ある。今まで言われたことある。女紹介してとか言うんだったらわかるよ、友達紹介してとかさ。出会い系サイト教えてくれなんてないよね。いや、特大級ってまだこれから話があるんだけど。ここで終わりだと思ってんの？これが特大級じゃないから、もっと3つぐらいね、クッションを置いてからそれを話していこうかなと思ってんだけどね。昨日起きたことを。昨日起きたことで特大級があるんだけど、今2ステップ。あと3ステップあるかな。それを頭の中で組み立てて、今一つ一つ、喋り続けてんだけどね。うん。もう話しませんじゃん。これ終わり。なんか DM がたくさん来てたんだけど、あ、聞
こママの店にハッチ君が行ったらしいね。最近あの人なんかちょろちょろしてるよね。なんかいろんなとこに進出しだしてない？なんか絶対にひでママがなんか言ってんでしょ。ねえ。だって4年間ね、何もなかったのに、なんか、私の周りっていうかね、表に出てきたじゃん。あのハッチ君が。なんか、ひでママが吹き込んでんじゃないかなって私は思うんだよ。いや、絶対ポンプ入れてるよね。いや、なんとなくね、ひねママが言うことってわかんだよね。ななちゃんとまた復縁しなさいよとかさ、会ってみなさいよっていう、そういうのなんか言ってると思うんだよ。で、ハチくんも毎日 LINE 来るんだよ、私に。毎日 LINE 来て、やっぱね、会いたいみたいな。とりあえずなんかデートしたいとかさ、今度は、昨日来たのはなんか沖縄に一緒に来たいって。あの人沖縄じゃん、実家。なんか俺がね、実家に戻るときに、ナナも一緒にどうみたいな、車も運転できるし、みたいなさ。まあ、でも別にいいんだけどね。なんか、変なね、配信者連れてくよりは、ね、沖縄に詳しいハチ君、元彼だし、うん、たださ、なんか実家に連れてかれたら嫌だよね。でね、そのまんま実家に連れてかれて、なんか障害とかされんじゃないかな、みたいな。うん。しかもなんか沖縄の家ってすごいじゃん。なんかお酒飲んだり踊ったりとかさ。なんかそういうのは私あんまり好きじゃないのよ。おもてなしがすごいし、沖縄の実家ってさ。みんなで朝までさ、晩までね、お酒飲んで踊って、みたいな歌ったりとかさ。今度さ、連休もらえて、実家帰る日程決まったら、一生良ければ沖縄行く。次、帰るとき、レンタカー借りる予定だし、細かいことをまた会ったときにでもとか言って、もうさ、なんか決定みたいな言い方だよね。じゃない？もう決定みたいな感じだよね、この文章ね。ねえ。レンタカーも借りる予定だし、一緒に沖縄行くみたいなさ、細かいことはまたあった時にでも、そう、ハチ君ってね、なんかね、文章がおかしいんだよね、この人ね。日本語がおかしいっていうかさ、ちょっとおバカちゃんだかな。喋ってる言葉もちょっとおかしいんだよね、あの人ね。っていうこと言うんで、たまーに。なんでここでこんなこと言うのみたいなさ、ちょっと日本語が不自由なんでね、おバカちゃんなの。この人は私と復縁したいのかね。なんか復縁したいんじゃないの？今彼女いないし。なんかしたそうだよね。アキコママのとこもちょろちょろしたりとかさ。うん。ひでママにまた絡んだりとかね。金目的って何？いや、でもずーっと私の枠は見てたらしいんで別れてたからね。あとメンバーシップも入ってくれてるし、ずーっと最初の頃からね。まあそういうもんな、金目とかではないと思うんだけどね。実際だって付き合ってる時は金目じゃなかったじゃん。ねえ、私が出してたけど、あの時はお金がなかっただけじゃん、ただね。うん。ねえ、仕事も決まんなくて、ねえ、お手当みたいなのもらってて、バイトしながら、なんか一人暮らししてて、みたいなさ。今はもうちゃんと就職したみたいなんだよ。5、6件ぐらい受けて、やっと受かって、資格を取りながら、仕事をしてるみたいなさ。うん。なんかまあ、成長したっていうか、まあ、普通に戻った感じだよね、今んとこさ。うん。そうだよね。あの一言がなければね、なんかずっと続いてたような気がすんだけどね。別れるっていうさ。そうじゃない？あの一言で、もうさっと別れちゃってね。まさかそうなるとは思わないで、私はふざけて別れようって言ったら、あっちも、うん、わかった。俺別れるって、で、ね、なんかそうしたいんだったらいいって言われて別れちゃったの。別になんかね、喧嘩したわけじゃないし、みたいな。
なんかノリで別れちゃった感じでね、ハチ君とは。その期間の話に、ね、話聞いてる？もう全然聞いてないよね、ここの人ってね。頭悪くない？私の話理解できてないの、本当に。あ、コマイクも投げてくる。あっさり抜くからね、本当にね。あ、溜めずに、せーの、プシュッって、おっしゃー。おっしゃー。おっし。ミニコーナー。あ、痛い。痛いわ、やっぱ。痛い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 。結構痛いね。じゃあ、TM レボリューションね。リラネコじゃリラピあれだよねって生まれてピーってあれだよ、なんとかけんなんとかけんだっちゃーみたいな息子がねあれなんだよってな、わかんないリラピ最近。さあ行くぞ、もう外に台風が今ね、台風が突入してます。今上陸しました。今ちょうど台風が関東の方を直撃してます。いや晴れておりますね。今大雨洪水警報が出てますね、お外ね。ちょっと見てみましょう。あ、ちょっと風ある、風吹いてきた。ちょっとある、ちょっと風あるね。ちょっと吹いてる。雨は全く降ってないけど、ちょっとやそっとじゃいたせないよ、確信の中のプライド。頑張る今日は頑張る。じゃあみんなお待たせしました、富士山レボリューションです。みんな準備はできたかな？今日はわざわざ台風の暴風の中お越しいただき誠にありがとうございました。天候の足がちょっと冴えないけど、僕も歌い続けたいと思います。 OK!ちょっとお直し入ります。汗ばんじゃってボディラインが保てないというか、汗がすごいんでベストを尽くします。でもね、今日は風も雨もないんで、みんなのイマジネーションを借ります。みんなの頭の中で風と嵐を呼び起こす。 OK? いや、現場は晴天の霹靂だけど見事に僕の歌を聞いてくれるかな。これはカラオケをやるかそのまま流すかちょっと迷ってるんだけど、みんな覚えてるかな、僕のヒットソングで昔流行ったホットリミットって歌があるんだけど、夏を感じる歌だと思うんだよね。懐かしいと思う人たちもたくさんいると思うけど、一緒に口ずさんでくれるかな。 OK!迷子の舞とクラネクちゃん、こうですか。これじゃないよね、ホットリミットって。みんな覚えてるから間違えてなかったかな。これじゃないよね、違うだろう。ホットリミット、風来た。ちょうど風来たね、火が騒ぎ始めてきた。ファンの方が押しかけてきました。白いマーメイドのような彼女、敵をちょっとスカート短すぎ、スカート先が合ってない。
ノーパンかい？ホットリミット！もうちょっと近づいてもいいっすよ。取るんだったな。もっともっともっと遠か、遠いんだよね、すっごいね。あ、そうそう。やめたい気持ちがある。恥ずかしい。もうやめよっか。オッケー。ありがとうございます。やっぱ緊張しちゃう、目の前で見られると。あ、落ちません。すごいね、5人ぐらい来てくれた私のライブに。